夏休みの自由研究に一つおすすめなテーマを紹介したいと思います。はい、それがですね、夏休みの間雲がですね、空に広がる雲をですね、全ての種類見つけてみようというものなんですけれども、あかりさん、はい、この空に現れる雲の種類って全部で何種類に分類できると思いますか？でも相当な数ありそうですね。うん、30種類とか、ね、同じ雲ってね、はい、一つとしてないわけですからね、はい、すごくたくさんあるのかなと思われるかもしれませんが、正解はこちら、全部で10種類なんですね。はい、意外と、はい、10種類か、はい、ね、こういうふうに漢字の名前と相性がね、それぞれ10種類つけられていまして、例えばですね、こちら夏の晴れた日、午後大気の状態が不安定になってもくもくもくっと発達して雷をもたらす雲は積乱雲、入道雲と言われています。はい、また今朝のように、ね、低くベタっとした雲、霧をもたらすような雲は層雲というふうに呼ばれているんですね。でこういうふうに、ね、毎日雲の写真を撮っていって、この雲は何雲と思いますみたいな感じで、あとは、ね、その後どういうふうな天気になっていったかなどをメモしておくといいかなと思います。こうした、ね、10種類の雲の詳しい写真付きの解説はですね、TBC のインターネットニュースサイト TBC ニュースディグに気象予報士おすすめの夏休み自由研究として今載せていますので、こちらも、ね、ぜひ参考にしてみてください。以上、アナログ天気でした。